後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いはシャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留めるだがエースを救えなかったことで自責の念にさいなまれ自暴自棄に陥っていた 何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。<laughs> 見かねた。ジンベエは力づくでルフィを諭す。ルフィ失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せい。お前にまだ残っているものはなんじゃ。仲間が。 いるよ大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとするそこへ女ヶ島に訪れたレイリーと遭遇彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る私から提案がある乗るか反るかはもちろん君が決めろ。 ししばのしち、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわずジンベイと共にとある行動を決行する麦わらのルフィが生きていたまた海軍本部に乗り込んだんだって一体何が目的でこんなことをああそうかわかったぞ了解そうかルフィわかった ルフィ人の気も知らないで勝手なんだからなるほどああそういう感じに集合は3日後じゃなく2年後立ち止まって力をつけるんだそしてまた必ず集結する世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取りおのおの力をつけた後再集結することを心に誓った 2>, 2年後に ャすごい